藤士宮のりは、日本の苦行、家族、世襲制最後の神宮採取。神宮採取、藤士宮忠の子として、文政6年に生まれる。文政10年、5歳で除舎。天保2年、9歳で元服。昇殿を許され、同日に15以上人儀県内服となった。天保10年には17歳で父から、再主職を継承した。年、にされ、 苦行に劣する。翌年には、水女により生産へ少女した。海元年11月25日、夜ゴとを創上した章で農師を許される。翌年には、第54回神宮式年仙宮を採用した。安政2年11月23日、公明天皇の心臓代理への選考に区分した。安政5年3月12日、日米修好通商条約締結の条約案について、 その内容の撤回を要求する書状に連書した。文久2年5月11日には、ひくらびとの行う、国事書類の筆者を担う国事御用書記の一人に、認じられた。しかし、同年12月9日に、国事御用係が設置されたことにより解任される。現時元年6月25日には、関白二条成行に対して、 横浜佐古を実施を幕府へ要求する一条家門流38協権議に参加している。こうした動きも虚しく、明治維新を迎えた。維新後も神宮採取であり続け、明治2年の第55回神宮式年宣宮を採用した教中だったが、維新政府の改革のメスがついに入ってしまう。神宮の新幹世襲廃止の布石として、明治四年一月十八日、 妻子を罷免されてしまった。神宮に対しては、同年5月14日に、新幹世周廃止が通知された。明治9年12月25日、家徳を、無雇用紙に迎えた、藤並ことただに譲って隠居する。明治19年には、五辻高中、山石明と共に特使を持って、同日少女をした。京中と高中は、正二位に、山井は、十ュに上された。 明治24年、かねてからの病により、69歳で公居した。墓所は、青山霊園一路12から23。ありがとうございます。